散歩中じゃい。ここは何銀行か、天草信用金庫か。そこですごい作り込みがすごいのよ。作り込みがなんかね、動き出しそうなのよ。抜刀して切られそう。抜く刀と書いて抜刀。抜刀しそうなのよ。つくよ、こんなの作ったな。抜く刀と書いて抜刀。声動き出しそう。うん、よく見るとこいつら身長180センチ超えてると多分こんなでかいやつはいないでしょ。あ、いるかな。当時、え、うん、当時だぞ。うわ、怖い怖い怖い、なんかこっち見てる。あ、ビデオカメラの顔認識機能が働いた。リアルってこと。うわ、こっち見てる、怖い。似合って笑いそう、似合って笑いそう。下見んなよお前、怖い。うん、全員180センチはありそうですね。ちょっと、何時代の人か分かんないけど、あれですな、当時そんなでかい人たちいないでしょ。うん、ちょっと持ってますな、握力を出すためにね。いやー怖いな。よく作ったなこんなの。こんなの武士さんに襲われたらね、いやそら殺されるよ。蜂がいる、蜂がいる。全員180センチ超えです、多分。当時こんなのいたら三武将とか言われてからね、え、なんかすっげえ襲えられてたと思うよ。昔の家なんか180なんかあったらおでこ普通に打つからね。お、島、島民を忘れない。天草の乱で崩壊したこの島を身をもって立て直してくれた鈴木三光のことを島民は忘れないらしい。この人たちのおかげで今私たちは命を得ている。高温感謝の気持ちや読み切れません。350円の時空を得て蘇った参考とともに天草の永久の未来を築く、うん、俺知らないけどねこの人たち。でも すっげーってことわかるよ。この人190あるな、絶対190くらいあるな。おー、ばっ、すげえな、この作り込み。刀がここまであるよ。うわ、足もこれでけえわ。足これ32、3センチはあるんじゃないの。33センチ。うん、ミラーさん190センチクラスですな。うん、負けた、俺負けた。終わり。